はい、皆さんどうもこんにちは。ピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、まだですね、雪残ってるところがある場所にですね、採集に行ってまいりました。かなりちょっと寒くてですね、なかなか採集しづらかったんですが、ここはですね、ヒメオクワガタがね取れるんですけれども、果たしてね、今回採集でピピンは何か見つけることができたのか、ぜひとも最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしかしてコルリクワガタじゃねえ、あれコルリクワガタじゃないかなっていうのを見つけたんですけど、これですね、このケツ見えてるやつ、この奥、これ頭、この葉っぱあるじゃないですか、これ、はいはい、でこの奥の新芽のこれの網の右横見やすいと思います。これの葉っぱあるじゃないですか、手前の、はいはい、それの奥側のところにケツだけ見えてるんです。あ、見えた。あ、ルリだですよね、多分、うん、マジで これこれあ、やっぱルリだルリクワだ、ルリクワ型ある。え、ルリ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 クワ型、ヒメオクワ型を求めてはるばる遠くまで来ました。あらららら、あらららら、おら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 、でっかいナメクジ。何いました？コブヤハズカミキリス。カミキリムシですか？何これ？お、かわ、なんか変わってる葉っぱの形、木みたいですね。そうそう、めちゃくちゃ可愛い。飛べない。金が、金が回ったエゾハルゼミですか、これ。エゾハルゼミ。エゾハルゼミ、ちょっと映像では見にくいんで、あ、これですね。あ、これこれね。これ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 。持っていこうか、これ。ちょっと見てみましょう、家帰って、持って帰って。ちょっとこれ見づらいんで、持って帰ります。はい。これ、打ち返ってね、真っ白欠形になる。ブワーってなるところを見てみようかな。何だろう、あ、めちゃめちゃ穴開いてるもんな。結構いいサイズの食根とか、うん、絶対良質っぽいもんね。夜です。かわいい。なんでこんなに突っ伏しちゃってんの、こいつ。びっくりして怖いのかな。これがシュレーゲル。シュレーゲルですね。あ、ひどいな。死んでる。ちょっと動いてない？え？いやー、まだオスじゃないかこれ。マジか。あー、死んではる。触ってみていいですか。どうぞどうぞ。これあれっすね。あ、死んでる。エゾ型っすね。このあ、俺も触りたいけど、この子はちょっと。あ、60真ん中ぐらいの。ミヤマン。夜はまだ長いっすよ、これ。あ、ミヤマン。これ今年のっすよね。これもう完璧今年のです。ちゃんと黄色い粉ついてるね。なんか外国人見たくなっちゃった。え、宮間の死骸があった。あ、ちっちゃいな。ちっちゃいです。赤い、すぐ近くにめちゅ宮間のメスですね。ちっちゃい、ちょっと動きが似て。やりましたね。やったぜ。今回一匹目見つけたぜ。チャリーンと。あ、小さい。ちっちゃい。え、富士山が喜びそうな。本当だ。あ、青大将の抜け殻だ。おお、でっかい。生きてる。え、生きてる本当に。お、生きてる。おお。ミヤマのオス発見しました。え、ハゲてんだけど。ハゲてるね。ハゲてますね。金粉がこの時期で。やりましたね。やったぜ。やった。この調子で奥はもう。やったぜ、やったぜ。コブラキンブラックです。暗い光が
ピーがいましたい。はい、どうでしたでしょうか。ちょっとですね、遠いところまで遠征していったんですが、私の持ち帰ったものはこのエゾハルゼミのボーベリア菌がくっついたものになりますね。ちょっとね、渋い結果でしたけど、ミヤマクワガタが取れたのが非常に良かったかなと思います。見れましたね、ミヤマクワガタね。またね、いつかリベンジで行きたいと思います。このボーベリア菌に侵されたエゾハルゼミ、ちょっとね、私の中で真っ白血球になるまで見取りたいなと思います。では今日は以上です。また次の動画でお会いいたしましょう。